イーストボールスタジアムで行われる本日のゲームです。この時間はポルトガル対日本、こちらの一戦をお楽しみいただきます。今夜の現地ですが天候は晴れ、コンディション良好の中迎えるゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。日本国国歌お聞きいただきます。続いてポルトガル国歌です。さて北澤さん、この試合一番気になる選手を挙げると誰になりましょうか。クリスチアーノ・ロナウドですね。得点能力、身体能力、全てにおいてトップレベルですよね。プレースタイルも変化してますけども、大きな姿勢やここ一番での決定力は変わらず素晴らしいですよね。彼の存在感はやはり大きいですよね。そうですね。さあ今日はゴールに絡むことができるのか注目です。今ゲームが始まりました。ポルトガル対日本。サイド紹介です。右から左に日本、そして左にエンドを取りますポルトガル。大きくサイドチェンジ、自分で行く。三笘が受ける、上げてくる、どうだ、シュート。いやー、よくこれ守りましたよね。まあいる位置が良かったんでしょうけども、気迫を感じましたね。カンセロ、裏へのスルーパス、ここで丁寧にコントロール、クロスを選択、ポストの左です。いやー、いいシュートだったんですけどもね、ちょっと枠を捉えきれなかったですよね。クリスティアーノ・ロナウド、キャプテンマークを背負っています。エンド、菅原、森田へ、森田から古橋、鎌田から左サイド、鎌田から三笘、抜けてくる、さあこぼれた、さあ追いつけるか、どうだ。守備陣ゴール前への突破を許してしまいました。まあ彼にボールを持たれてしまったらシュートまで行かれてしまいますよね。多少のリスクは覚悟して人数かけていった方がいいと思うんですけどもね。ブルーノ・フェルナンデスから右サイド、三笘、さあつながるか、これは合いません。ジョアン・カンセロ、まだこの前半スコアに動きは見られません。
右サイドへ振って、どうしたんでしょう。鎌田から古橋、さあ左へ預けて、スピードアップしたいですよ。ここはベルナルド・シウバ、おお、これいいですよ。さあシュートレンジだ、シュート、三笘、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。この位置で受ける、ブルーノ・フェルナンデスからの折り返し、シュート、守備陣クリアの対応です。遠藤、森田、伊藤、ここはつながりません。ジョアン・カンセロ、このボールはベルナルド・シルバ、クロスを選択、頭だ、クリスティアーノ・ロナウド、ピンポイントのクロスに合わせてきました。サイド崩されましたよね、突破されて中央を守りきれてないですよね今のは。ここでマッチアップ、鎌田から右へ、鎌田から久保、抜けてくる、低い弾道、危ないシーンでしたがクリアの対応。伊藤、遠藤へ、もう一度組み立てます。冨安、板倉、さあ右へ預けて、菅原、久保、ブルーノ・フェルナンデス、ブルーノ・フェルナンデスから右サイド、ベルナルド・シウバからボールが上がる、中央、冨安、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。さあカンセロ、裏のスペースを狙う、オフサイドです。両チームともシュートで終わっているという印象が強い試合展開。お互いにフィニッシュまでは行ってるんですけどもね、こちらもゴールは許さないというディフェンスの締まった展開になってますよね。森田、鎌田へ、三笘、マッチアップのシーン、冨安から右へ、久保、久保、パリーニャからクリスティアーノ・ロナウド、レオンへ、レオン、ブルーノ・フェルナンデス、浮かせてきます、ヘッドだ、ゴール、ポルトガル、日本相手に先制点をもぎ取ります。ディフェンスに寄せられましたが見事なゴール、厳しく寄せられながらもしっかり落ち着いて打てる強さがこのゴールにつながりましたよね。さあポルトガル先制、1対0です。いい時間帯に取れましたよね。これで後半のプランが立てやすくなったんじゃないですかね。確かにそうですね。浮き球を使う、これは合いません。森田、
前半終了です。15分間のブレイクの後セカンドハーフに入ってまいります。結果前半1対0。さあまずは前半が終わりました。日本としては前半の半ばぐらいまではねいい戦いをしてるなと思ったんですけどね、結局先制されてしまいましたね。後半はまずしっかり守ってペースを握っていくことでしょうね。ポルトガル対日本、ではこの後も引き続き試合をお楽しみください。さあご覧のように後半スタートしています。日本としてはまだ1点のビハインドなので慌てなくてもいいですよね。この立ち上がりでしっかり自分たちのペースをつかみたいですよね。はい、そうですね。ジョアン・カンセロ、スルーパスを出す。ここはつながりません。三笘、鎌田から久保、サイドを使います。スペースへ三笘が受ける、自分で行く、上げる、ジオゴコスタ、ここは抑えました。レオン、ブルーノ・フェルナンデス、この試合アシストを記録しています。クリスチアーノ・ロナウド、ポルトガルが追加点、追加点決めます。これで2点差。クリスチアーノ・ロナウド、枠のギリギリを狙ってしっかり決めてきました。コースを狙ったいいシュートですね。しっかり枠に入れる技術も素晴らしいですよね。クリスティアーノ・ロナウド、今日2点目です。クリスティアーノ・ロナウド、クリスティアーノ・ロナウド、さあポルトガル、さらに1点を追加し2対0としています。ポルトガルとしてはイメージ通りの展開じゃないですかね、はい、これで余裕を持ってプレーできますし、チームにとっても重要なゴールになったんじゃないですかね。このまま無失点でいきたいところですよね。はい、そうですね。これは合いません。オタビオ、裏へ届くか、いいと変えましょう。レオン、お、これいいでしょう。足元大事に行きます。ここは大きくクリアの対応。スペースを使う、狙えるか、ブルーノ・フェルナンデスが受ける、よく止めた。セカンド拾えるか、いや今のキーパーを褒めたいですね。ナイスセーブでしたね。菅原、伊藤、さあ左サイドへ三笘、このマッチアップどうなる。森田から左へ抜けてくる、ブルーノ・フェルナンデス、これはいいプレー。あそこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。メンデスから左サイド、どうする、どうだ、鎌田、いやこれはカウンターのチャンスですね。古橋、さあ右へ預けて、古橋から久保、久保からアーチのようなパス、クリア、このピンチをなんとか出します。レオンからブルーノ・フェルナンデス、ここはカットします。鎌田、自分で行く、ここは守備の対応、ここでファールがありました。
速い選手に対してペナで寄せていくと危険ですからね。注意に終わりました。およそ30メートルというところです。1点返したい。縦にボールを送りましたが、これはタイミング合いませんでした。前線からプレスかけますからね。ロナウドへ。ジョタ抜きに行くか。どうだこのシュート、こぼれます。さあカンセロ、オルタ、もう一つ前に行きたい。こぼれた。日本はここは人数をかけてしのぎます。日本はここクリアで難を逃れます。日本立て続けに選手を入れ替えてきます。サブスティチューションインプログレス。日本は今の交代であと1回の交代枠を残すことになります。これもファウルですもんね。日本としては今日はちょっと噛み合ってなかったですけど、このまま終わってほしくないですよね。田中、鎌田へ。ここは競り勝ちます。またファウルか。谷口から古橋、オタビオ、オタビオからのフィード、オタビオからジョタ、スペースに出す。さあ左へ預けて厳しくチェックします。メンデス、彼のオーバーラップは攻撃のアクセントになります。菅原、鎌田、森下、オルタからのロングフィード、抜けた。いいでしょ、腰の切り替え。これはオフサイドはない。シュート、いや追加点、ポルトガル。これで点差は3点です。鮮やかなカウンターからのフィニッシュ。相手としてはこれ止められないですよね。いや、動き出しのタイミングもバッチリでいい組み手でしたね。ディフェンスとしてはあれはちょっと対応できないですよね。さあポルトガル、現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。左サイドのドリブル、ここで笛です。3対0、日本3ゴール差をつけられて